初めて食べてよ。潰さない潰さない。え、潰してるの？なんかうまみが出るので、なんかプロプロするんですよ。いつもベイキー場で見る。これこういうところで見るの初めてやもんな。あ、そうですかね、私。あ、そう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 。ずっともう一遍見てみたいなも撮ってんけど、どこで雇ってるか分からへんから。最近はそうですね、私劇場の方が多くて。前はあの高原寺とかでやられてる時あれだよ、なんか、はい、あんなもさがツイッター見て、あー行った、分かっとった、行ったのなーっていつも思うで。最近はね、LINE にあげるよう、はい、あれ助かりますわ。なんつけ、せっかくたくさんコンビ見てんねやから、やっぱりできるだけいろんなコンビ見たいと思うけど、ね、どこでやってるか分かってなんか分からなかったら。また新しく入った子が、あ、もうちょっとかな、9月ぐらいにはデビューは絶対すると思いますね。ジャッキーとか、ジャッキー、そうです、そうです。ジャッキーいうのは一応男の子なんですか？男の子ですね。ジャッキー言ったら意外と男でも女でもいける名前やから、どっちにやるなと思って。ブドウ好きやな。種なし。これ皮出さない。劇場で見たら3席ってものすごく大きく感じるけど、うん、身近で見たらなんかそれほど、それほどでも体重 14.5 ありますね。あ、そうなんですね、はい、今座ってるからなんかな。あとちょっとこの辺はもう夏毛になってきたんで、あ、ちょっと抜け替わって、前はふわっとしてたんですけどね。タンツケ、いや夏やから、そのあれあれなんかそう荒々しさがないんです。そうですね、冬になるとやっぱ毛もふわっと逆立つし、やっぱり気性も悪くなる、はい、やっぱり顔もちょっとやっぱきつくなりますね。私たちはこの時期の方がおとなしくて。あ、そうですよね。僕も想像しとったよりもなんかおとなしくて、なんか小柄に見える。どうなんやろな、ちょっと思ってないけど。いくらでも食べれるね、これ。後からしようかな。